はい、今日もあなたと役所天国、本日は2月の27。はいはい、ちょっと暖かくなってきましたね。さあ、刃物のところ来ましたね。なんだっけ、何をと、カキナ、カツオナカキナ、あと花芽ですね。あと小カブ、小カブと、なんだっけ、もう一つ。全然さ、もう本当に頭入んないんだよね。小カブ、カツオ、あ、カツオナ2つ取らなきゃいけないのね。はいはい、いろんなことも覚えてられないね。カツオナ2つにカキナ、小カブ、はいはい、まあ4、とりあえず4コンテナぐらい、よいしょ。レッドマスタードも出せますね。来週出そうかな。よいしょ。はい、もうね、いろんな野菜がこうやってもう到達ってきましたね。これもね、チンゲン菜のね、到達な、出そうと思ったら出せますけどね。チンゲン菜はやっぱりまあそんなに美味しくないですよね。カツオナ、ここね、カツオナ2つ取らなきゃいけないのね。はいはい、カツオナ、小カブ、はいはい、さあ頑張って取りましょう。いい感じね。これがまたうまいんだね。美味しくないですか皆さん、カツオナね。あんまり馴染みはないと思いますが、美味しいよね。大きいし。全然関係ないですけど、ラジオ普段ね、出荷とかしながら一人でぼーっと作業してるときはラジオとか聞いたりしてるんですけど、好んで聞いてるのがね、いつも喋りでね、私もラジオやってるので、あの辺から撮るか。やっぱり喋りでね、一番やっぱり上手なのはやっぱりプロのアナウンサーのね、安住紳一郎さんね。多分あの人初めて、もしかしたらアナウンサー上がりで社長になるんじゃないですかね。ずっと会社に残ってこう出世していくっていう、一番なんていうんですかね、一番綺麗なまさにサラリーマンの鏡のようなかって言ったら失礼なんでしょうかね。すごいですよね。やっぱり優秀な方なんだと思います、本当にね。でやっぱりラジオ面白いですよね、すごく。昔から僕も10年以上前からね、聞かせてもらってますけど、面白いし、話すということ、喋りを伝える、要するにほら、アナウンサーって別に AI でもいいって言ったらあれですけどね、ニュースだけを伝えるんであれば別に今だったら AI あるわけじゃないですか、それでいいわけですけど、でもやっぱりああやって人の口からね、伝えるということの重要性っていうのは、あの人はよく分かってらっしゃいますよね。はい、だから素晴らしいなと思ってね。やっぱり話、お話がやっぱり上手な人で、やっぱり聞き苦しくないじゃないですかね。皆さん、私のこの百姓のしゃべりはお聞き苦しいでしょ。しょうがないですよね、こっちはしゃべりのプロじゃないんですから。だからやっぱりいつも言いますけど、安住さんって絶対にね、あーとかえーとか、要するに間をつなぐ無駄な言葉を一切発しないんですよ。でだから接続詞とかも必ず前の文章を受けて、自分が喋ったことを受けて、ですのでとか、やっぱりそういうのってやっぱり僕はできないんですよね。はい、で必ずあーとかうーとか言ってしまうわけですね、間をつなぐためにね。ラジオやってるとよくわかります、間が怖いんですよね。はい、でも本当にすごいですよね、上手だと思います。当たり前ですけどね。だからいつもね、聞かせてもらって、あ、そうつなぐのかとかね。まあでもできるかできないか別としてできないんですけど。滑舌もいいしね、聞きやすい。だからやっぱりそのこちらが快適に聞けるということは、やっぱり演者としてすごく努力されてるんだなっていうのはやっぱりそう感じますよね。安住さんね、素晴らしいと思います。
それとあと神田伯山先生ですね。はい、この人面白いですよね。あとね、やっぱりね、この間イベントありましたけど、オードリーさん面白いですよね。今オールナイトでもしかしたら一番面白いかもしれないですね。で、東京ドームをね、いっぱいにするという初めてのね、ラジオパーソナリティとして初めてことをおやりになったわけですけど、やっぱりすごいですよね。ああいうことが可能なんですね。はい、いやいやって感じがします。素晴らしいなと思いましたね。今はね、こうやって YouTube が盛り上がってね、全盛ですけどね、僕はやっぱりずっとラジオが好きでね、ラジオを聞きながら農作業やってきたんで、ラジオを力入れたいんですよYouTube ももちろんね、やっておりますよ、頑張ってね。いや、これからもやっていくんですけどもね。ただラジオって皆さんやってみると分かるんですけど、 YouTube のようには伸びないんですよ皆さんよかったら俺のスタンド FM のラジオ聞いてやってください。あの、無料で聞けます。あの、スマホでしか聞けないんですよね、確かね。スマホのアプリで無料でダウンロードしていただいてね、聞けますのでよろしくお願いします。というのを YouTube で宣伝してるんですけどよいしょ、もう一つね、暖かくなってきた。よいしょ、カツナオナモン。でもあれだな、ちょっとそろそろ業務用でどうぞ取ってってくださいってなくなっちゃったかな その辺が難しいんですよね。僕も出荷しなきゃいけないんで。さあ、春が来ましたね。明日ズッキーニできれば植えたいんですよね。明日一番手、明日2月の28ですよね。2月の終わりまでに植えて、キュウリがちょっと遅れてます。あー、うまくいかないね。キュウリができればね、2月の終わりまでに植え付けておきたい。3月の上旬に植えられないな、間に合わないね。もう今の時点だからちょっとキュウリ厳しいですね。やっぱりちょっと初動が遅いね、仕上がってないね。まだ自分自身がこう、まだ冬モードにいるんですよね。うん、でまあちょっとバタバタね、コラボとかいろいろこうバタバタしてると、あっという間にね、1週間2週間あれって過ぎちゃうんでね。種まきの時期が遅れたり、ちょっと種まきがね、思わしくないとこうやって遅れてっちゃうんですね。かぼちゃ の一番手、そうめんかぼちゃの発芽が良くなくてね、もう巻き直しですね。まあこういうことがあると本当に遅れてっちゃうんですよ。まあだからね、結構だからちょっとね、ちょっとイライラします。うん、あったかくね、3月4月となってくるとね、もう普通の季節に入ってきますので、そんなにあれな、心配することもないんですけど、今の時期が一番焦らなきゃいけないんですよね。勝負はだからこの2月3月なんですよ、夏野菜というのはね。はい、難しいところですよ。わかりますかね。ビタミンナと似てんだけどね、ちょっと違うのわかりますよね。よいしょ、タアサイの友達な片付けないと。
でそろそろね刃物のトンネルがねトンネル栽培が出てきてますんで、いよいよこっから少しずつ端境に入ってきますんでね、こっからが勝負ですね。こうやってぼちぼち痛みもあるのでよく見ながら、撮影してましたね。はぁ、よいしょ。レッドマスタードも綺麗ですね。これも出そうと思ったら出せるよね。ちょっと大きくなってますけど、ちょっと硬いかな。でも 先の方だけ出せばね、美しいよね。デザインとかそういうの俺はよく分かりませんけど、多分美というもの、ね、美しさというものは多分自然の中に全てのデザインが多分網羅されていて、ね、人間はそのほんの一部を、ね、使っているだけなんだと思うんですよね。ね、そう思いません？これを人間が作ることはできないですよ。ね。来週出そうかな。はいはい、ということで。カツオナを収穫している百姓農園の動画でございました。この畑もね、きれいにしてモアで飛ばしてちょっと返さなきゃいけないんで、はいはい、いや忙しくなってきたな。もうちょっと遅れ気味になってきてね、いや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 忙しい。はあ、3月はちょっとね回るかな。はいはい、以上でございます。カツオナを収穫している百姓農園の動画でした。それではまた。